通常のブドウは、はい、出来栄えという面では2段階あって、一つは形がいい形のいい粒がついたって大事なの、これも良かった。でもう一つはこの7月後半から8月で始めかけて日照が時間確保されて糖度が上がって、だから両方ともいい条件になった。なるほど。これは非常に糖度の高い品種、まだこれからどんどん甘くなるんだけど、現段階で20度近くは種ありシャインマスカット。他の方はみんな農薬はもちろんホルモン剤も使ってますね。粒を大きくしたり種なしにしたり、うちはそれやんないんで、うん、種あり、うん、日本中探してもこの種ありシャインマスカットはそんなない、ね、ここから切っちゃうじゃないですか、この、うん、ここから、うん、次またブドウができるのってまた全然違うところから出てくるんですか。来年はどっか出るかというと、これは剪定、冬場剪定して、うん、ここ節ごとに、うん、来年の芽が今できつつある、うん、で、あ、こういうのですか。これ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 来年の芽でなってるブドウが、要するにどっちのブドウなのか分かんないところがあるんだな。取るときにもうすぐ一目で分かるよ。